人に興味を持てって言われるんですけども、全く人に興味が持てなくて、どうすればモテるようになるのかなっていう。まあ、持たなくていいんじゃん。まあ、持たなくていいんじゃん。モテって言われてる、なんか人にやれって言われてやることは俺はない。自分が持ちたいと思ったら持つし、はい、人に言われたからといって人に興味持つことなんてないんじゃん。じゃあもともと山崎さんは人に興味があったりとか、うん、そういうところに自然と興味が湧いてきた、うん、でも興味ない人には全然興味ないし、興味ある人には興味あるし、はい、ただそれだけやから、はい、その興味持とうとか思ったことないし、逆に興味ないで君にはっていう、なんでこっちが興味持たなあかんってさ、はい、向こうが沸かすもんや、興味っていうのは、はいはい、こっちがから興味を持とうってなんか上から目線のように感じちゃうっていうか、はい、持ってあげようとか、ああなるほど、なんか立場が弱い人やのことに興味を持ってあげようって、はい、なんか変やと思うね。その湧くのはいいと思うねんけど、それやったらなんか自分がなんかやりたいことだけずっとやっとけばいいみたいな、うんうん、そう思ってる。それやとそれをやってきた今、うん、僕が全然成功してなくて、うん、あ、はいはい、好きなことをやってきた今やけど、うん、山崎さんと何が違うのかな。興味とかそんな問題だけじゃなくて全然違うと思うよ。だからもちろんそうですけどいろんなとこで、だから俺もっと自分勝手やし、でなんかそれぐらい面白くさせてくれよと。で、はいはい、面白いことが実はねもうその人にあんねん。本当は各々の人生に面白いことっていうのがあって、自分が見てへんだけやねん。ないというレッテルで見てるとそれは興味わかへんよね。いろいろ観察して、あ、ないなんてなかったらないなって一応けど観察あんねん時に最初からないって思って観察しちゃってるっていう、もしくはね自分の見る視点が偏ってるんじゃない。例えば肉体ができているとか、うん、お金を例えば稼いでいるとか、はい、例えばじゃあモテるとか、うん、そういう人には興味があるかもしれないけど、はい、また別の要素で、はい、すごいじゃあ古墳について知っているとか、はい、分からへんで、はいはい、そのなんかアニメについてめちゃめちゃ知っているでも何でもいいで、でなんか知らんけどこの人は人からすごいなんかこう地味やけど慕われてんなとか、なんでもええねんけど、自分が持ってないものを大体の人が持ってはんねん。だから興味が湧いちゃう。個人が古墳にそんなに興味がないんで、うん、なんかそこでわーわー言われても、うん、あんまりすごいって思わない。でそれ俺だってあんま思わないよけど、あるねんなってことは分かる。あ、俺は興味ないけど、はい、これでいいと思うね。でもそれを見ないようにしてるんじゃなくって、可能性、自分がその人と触れることでちょっとでも進化ができるんやったら、うん、そこら辺にいる人からもらえる方がいいよ。そこをもらえるものはもらいに行こうっていうのが、うん、山崎さんが意識してたりするんですか。あ、ね、多分ね、俺が昔そうやったんやけど、なんかすごい人ここからしかもらえないと思ってて、それはそれで大事やと思うねんけど、その俺たちが例えばゼロみたいなとこ、例えばじゃあファッションでもいいや、はい、そのファッションとかゼロでなんかあれちょっと自分よりかっこええなみたいな、あれこいつなんかずっとちょっとおしゃれやなってなったら、そいつがどういう服選んでんのかっていうのを見ると、自分の見てなかった世界が見れて、で そいつを踏み台にしてもう一個上みたいやあ、だからいきなりこっち見られへんね多分な。俺は自分が至ってないと思う、結構思ってるから、そのいろんな分野でもっと自分を進化させたいというなんか元々の欲求が、ね、パッて目に止まんねん、こう体が反応してしまうねん。感覚としてあんま至ってないって思えない自分がいて、はい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 、自分のレッテルをなんか課題につけちゃう場合は、うん、はい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 、多分一回剥がさんとあかんのかなって思うんですけど、いやするよりね、もっとほんまにこっちに行きたいと思った方がいいんじゃない。自分が行きたい方とかいい未来とか、うん、と思ってる未来があるのに、はい、多分こんなもんでいけるやろっていう甘い見積もりをしてるんじゃないかな、まあ、例えば女の子から好かれるってとかね、例えばじゃあお金いくら稼ぐとかってなった時に、はい、みんなの見積もりって結構甘いんじゃないかなと思うね、はい、もっといろいろやらんといかへん、はい、で多少俺はそれが月食より多分見えてるから、はい、もっとこのいろんなところからもらおうとしてるんじゃないかな。未来とかその理想のところを決めたら、うんうんうん、なんかこことの差ができるから勝手になんか、うん、あ至ってないってなる。そうそうそう、動かされる感じっていうか、その理想に臨場感を持ってこんなになりたいとか、まあ言語化できなくって潜在的にそう思ってる時もあるのよ。こうなりたいって、俺はこうなりたいんだっていう認識をしてない時もあるんだけど、はいはいはい、
なんかこういう人間になりたいなとか、もっとかっこいい男になりたいなみたいな、とか思ったら、勝手に見るようになってんのよ。じゃあここのスイッチが全然入ってないから変わらへんっていう、じゃあここを、いや入ってるかもしれへんけど、こんなもんでいけるやろっていうのが浅いんじゃない。そこの、こんなもんじゃないんやっていう気づきはどうしたら得られる、得られない、絶望じゃないか、絶望じゃないか。だから例えば俺やったら、自分がさあこうなりたいなと思ってなんかいろいろやるよね、はい、だいたい届かないで思った、じゃあそれでもなんとか言ってやろう、なんとか言ってやろうと思って、はい、だいたい想像の3倍はきつい、ね、おー、3倍もきついですか。当初若い時にね、はい、思ってた、ここに行くにはどんくらいの努力量がいるんやろうと思うやん、うん、だいたい自分の想定って甘くって、例えば山登るのでもいいや、はい、何百メートルの山とかあるとするやん、だからこんなもんやろ体力的にってこう思ってるわけで、時間的にもこんなもんやろと、はいはい、思ったより大変、あーやってみたらってこと、そう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 、体力的なことなのか、どういうその体力的な山を登るのか、まあその仕事としての山登るのか、はい、人間関係で人とお近づきになるっていう方を山を登るのか、はい、全部その山って想定してるよりも高い、あその山を登ってて、うん、まあ、その山登りじゃなくて、うん、その逃げかけとかだったら数値としては見えないじゃないですか、うん、山だったらまあ山頂に行くまでの疲れとかがあったりするんですけど、うん、でも見積もった理想と今の自分見て、うん、まあ、目標に達しなかった、その達しなかった時に絶望の一歩手前でやめちゃうんで、そんなに絶望がなくって、だから多分ね、その器用なんやろ、その僕なんか不器用やから、なんかちょっとしたことでも自分はすぐにできひんことを分かってんねん、工夫とか試行錯誤、はいはい、これこの数が足りない、ちょっと盲信型やから、はい、そのこれでうまいこといかへんかった時にうまくいかへんかったと、でもこっちから行ったらうまいこといくかもしれへん、こっちから行ったらっていう風になるべく360度からそのうまくいくためのまあアイディアというかね、それを見るようにしないと、俺これで行ってまうから、あじゃあそこの自覚があるからこそ、うんうん、このあちゃんと見なあかんっていう意識が出るっていう、うん、そう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 、その時にげっちゃんみたいに他のやつに行こうっていうふうにはならないんですか、うん、ここに登れへんかったらじゃあこっちの山やったら登れるんじゃないかなっ て、うん、いろんな山が見えてる気がして、ほう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 、今日山崎さんはこの山に登れんかったから、うん、今度じゃあ違う方向でこの山に登るって、うん、山は一個な感じでしたんですけど、うん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 、そういう時に違う山登ろうとかっていう風にはならないんですか、うん、なることもあるんじゃないかな、いや何でもいいと思うけどなそれはそれで、いや俺はそれをやりたいから、あ別に途中であ違うわって言って、はい、違う山に登ろうっていうのも全然いいと思うんやんか、ただ俺はこの山に登りたい、 それが強いだけなんじゃない、うん、僕漫画とか動画見るのも好きで、通してなんか他のことを手に使えってなった時に、うん、その集中力を他の仕事に生かしたりとかをどうやってしていけばいいかと、だから短期でものを考えすぎなんじゃない、漫画とか、まあ、小説とかでもそっからでもそのすぐには仕事にならんけど、そこに書いてある例えば感情的な言葉とかそういうのって結構勉強になるのよ、表現力ので、人の心を動かす技術やから、それに慣れると自分が表現をする時にも、うん、使えたりするのよっていうのがすぐにものにはならんけど、例えば3年5年10年って続けていったら多分もうなるね、だから短いスパンで解決しようって思いすぎなのかもしれない、基本的になんかこのなんか1年とか3年ぐらい、3年ももしかしたらいけないと思うんですけど、うん、やってあかんかったら次次次みたいなのが多くて、両方見たの、その中長期の計画と短期、短期は左の応援で、長期は右の応援で、その長期のこの何ていうのかな、右のイメージさせて、でもそれって、時間感覚を捨てなあかんです、だから例えば緊急性とか重要性とか言うやん、緊急やけど、はい、緊急性が高くって重要じゃないとか、うん、逆に重要性は高いけど、緊急性がないとか、うん、両方のやつとかあるやん、例えば、はい、その重要度の高いっていうことをやるとっていうのが右脳的発想、でもそれを成功をいついつまでに成功させると思ってしまってるから、はい、左脳的やねん、あ
ってなると、うん、その右のでいうその重要なところを自分がないと、うん、なんかそこを見れないと思うんですけど、うん、その重要なところっていうのは、うん、勝手に湧いてくるものなんですか。これが重要な、あ、そう、重要なことは湧いてくるんだけど、だからその俺が今近いのは重要なことばっかりやってたら、うん、緊急なことあんまなくなってくるの。その緊急じゃないけど重要なこと、はい、これをずっとやってると、うん、今度逆にね、うん、緊急性は高くって重要じゃないことやってると、うんうんうん、ならずっと緊急性の高いもん高いもん高いもんってやってずっと重要度の高いことをやってなかったとしたらずっと緊急性に溺れちゃうのよ、うんうん、はい、でもその期限は10日前ですっていうものを、うん、けどやらなあかんや、うん、やらなあかんっていう重要度の高いことをやってたら、うん、期限前に終われるの、はい、だからずっとその時間をあんま気にせえへんで重要なことだけをやってたらいいって感じなの、まあ、シンプルにお金がないから働かなあかんってなって、うん、そこででも重要なところを取ってしまうと、うん、なんかそのお金がないから生活ができんみたいなちょっと不安がずっと、うんうん、まあそりゃそうやね、まあ、だからそのそういう時期はねやっぱあってね、それがそのアイデンティティを一回壊さなあかんね。例えば、働き方をシフトさせるときってやっぱきついんや、きついんやけど、今の働き方をやってるとずっとこのまんま、もしくは体も体力も落ちてきて下がっていくと方向になるやん、はい、だからどっかの段階でこれをもう切り捨ててこっちを採用するしかないん、その腹を自分で決めるかどうか、その時はもちろんきついよ、その移行期は。そのきついところにビビらず踏み込んだら、うんうん、未来決まるし重要なところも決まるしっていう、うん、っていう風に俺は体験的に思ってるから、うん、ずっと重要度の高いことをしようと、緊急性の高いことはあんまやらない。あ、じゃあやっていって勝手に出てきたら、うん、相手に興味が持ってたりしていくっていう、うん、だからその例えば損得で、例えばなんかこの期間にお金もらえるからこの人と関わっておこうっていう関係性って結構全部短いね、はいはい、だからより好きな人とか、そのちょっとこういい表現忘れたな、フアライトやったっけな、例えばその100人こう人がいたとしても、はい、自分が心底信頼できる やつが1人いれば、うん、そっちの方が重要、まあ、その他の99人よりも、そう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 、けどなんかその例えば見込み客と、じゃあ今の顧客っていうとした時に、この見込み客のところばっか行っちゃって、はい、肝心なその今顧客になってくれているこっちを信頼してくれている人をないがしろにしてしまうわけだから、どっちの生き方をしたいのかいってなったら、この関係の薄い人に対していっぱいこうなんか、じゃあメルマガ発信したりとか、はいはい、そっちよりも俺はこっちで信じてくれた人にもっと面白い世界見てもらいたいと思う方が強いから、うん、ただこっちばっかやってたらずっと新しい人来てくれないから、はいはい、それ割合はある、ね、あ、だからどういう自分が生き方したいのかっていうところじゃないかな。あ、自分よく言うやん、自分のことを大事にされてないみたいな。ああはいはい、なんかあれやん、ありますありますあります、だから多分そう思われちゃうで、あ、相手からこっちをとか、はい、じゃあ何か一つの仕事っていう時に、あ、この人一つの仕事も大事にせえへん人やなとか、うーん、すぐこっちすぐこっちすぐこっちって行くなと、その代わり抽象度の高いなんか真実を追いかけてるとか、なんかそういう姿勢やったら多少今の金がなかったかって女の人は多分見てくれるけど、臨場感としては、うん、なんかお金がない方がかっこ悪いが強くって、うん、けどさ、お金を追っかけてる人生って別にいいけど、なんか出さない、逆に出さない、逆に出さない、逆になんかそんなんより、なんか好きなことを追いかけてる人間の方が、うん、俺はどっちかっていうと かっこいいと思うね、うんうんうん、けどそれでずっとねお金ないっていうのは、それはそれで俺あんまかっこいいと思わへんから、うん、やねんけど、どっちかって言ったらお金追っかけてるやつより、なんか大事なものを追っかけてるやつの方がかっこいいっていう、なんかそのもうちょっと右脳的やろ。そうですね、ちょっとあんまなかったそうなんやだからもっとね、なんかその自分の、人生に美学を持って生きてる感じ。美学僕はちょっと右の敵やろ、発想的にね、はい、なんか そっちの方がなんか自分にとって大事で、でもその、ね、左の方も大事やから、
あの順番としては右左みたいな感じかな。あ、右が先来て、うん、そのために、まあ、左を上手に使う。けどそれは俺のやり方やから、他でうまいこと言ってる人もいるから、そういうのを参考にするといいかもしれない。あ、ありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価お願いします。